皆さんこんにちは、シューチャンネルです。撮影日が10月25日ということでお待たせしました。本日は中央線のグリーン車に乗っていきます。豊田駅に来ているということで、この後19時17分発の始発でグリーン車付きの12両がやってきます。平日の19時過ぎの始発ならグリーン車も空いてるんじゃないかな。ちなみに中央線グリーンデビューしてから2週間近く経ちましたが、その期間 YouTube で車内とか見てないので正直すごく楽しみです。グリーン車乗車口ステッカーも貼られてます。それでは車内に入ってみます。まずは1階席から見ていきます。車内はこんな感じです。床はもちろんレッドカーペットはないですが、床の色は茶色になってますね。 LCD は普通車と同じものを使用しています。続いて2階席。2階席は完全に235系旋盤台ベースですね。ちゃんとレッドカーペットもあります。でもこのグリーン車何かが足りないですね。スカレンジまでのグリーン車までにはあって、中央線グリーンにはないもの。でもお披露目会ではあったんですよ。なぜ撤去したかはわからないです。にしてもグリーン車が2枚とあって違和感しかないですね。これはコストカットと言っていいのだろうか。無料で乗れるのでスイカタッチしても反応しません。この光景も貴重ですね。唐揚げくんでも食べながら満喫します。
域に到着です。これで本日の動画は以上となります。ぜひ高評価、チャンネル登録と X のフォローよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。